吉宗評判記暴れん坊将軍。大丈夫か、菊。はい。着いたぞ、江戸へ。もう少しの辛抱だ。ああ、お母様。大丈夫か。頑張ってね。急ごう。なんだお前たちは。中丸。組頭。江戸屋敷の殿に直訴しようとしてもそうはいかん。例のものを出せ。何度言ったらわかるんだ。そのようなものは知らん。貴様、あくまでとぼける気か。刀にかけても取り戻す。切れ。邪魔だでもよ。大丈夫か。めちゃくちゃじゃん。相手が悪かったようじゃの。お父様、あなた、あなたしっかりして。お父様。ナミ、人形を。武芸好きの吉宗は当時一流と言われた各流派の当主や師範を城中に招き、よく立ち会った。今日の相手は小野派一刀流四代目宗家を名乗る小野次郎右衛門忠一であった。参った、参りました。次郎右衛門、勝ちを譲ったな。とんでもございません。上様のお力が拙者を上回りましたのでございます。誠に恐れ入りましてござります。今の立ち合いどう思う。何やら気が抜けましたな。あれが小野次郎右衛門の実力とは思えませんが、このところ小野派だけではなく名門といわれる各流派の剣が形ばかりで魂が入っておらん。あるいは名門という名前にあぐらをかいているのかもしれませんが、いかに太平の世とはいえ嘆かわしいことでございますな。なんとかせねばいかんな。お、ところで忠相、その後例の抜け荷の探索はどうなっておる。はあ、南北両奉行所の総力を挙げて捜査中でございますが、今のところ何の手がかりもございません。越前殿ともあろう御仁がたかが抜け荷不正に手をこまねえているとは。申し訳ございません。まさか
忠相の手の及ばぬ者が関わっているのではあるまいな。上様、その件につきまして、それがし組下がいささか手がかり。うん、聞こう。上様の仰せの通り、今度の抜けにいずれかの大名家が関わっているようでございます。まことか。はい。大岡様の手配りは万全なものでございました。その網の目をくぐり抜けましたは、藩御用を掲げた大名家の荷物のみでございます。上様、財政の苦しい大名が抜け荷で藩を潤した例は古来珍しくありません。ご政道に逆らうとは不届き仕事。徹底的に糾弾なさらねば上様のご意向に傷がつきまするぞ。お前さん、お参りしましょう。もしもし、私たちか。あの、皆の衆、わしこれから俵付きというのやるから見てつかさるか。俵付き。そうそうそう。この槍でもってこの俵をピャッとついて、気合いもろともピャッと宙へ飛ばして、向こう側へ5つパパパパッと揃える。ああ、珍しいな。話には聞いたことあるけど、まだ見たことはねえよな。けどよ、おめえも大道芸人ならもっと派手に客を呼ばにゃ、おめえこれじゃ飽きないなんねんじゃねえのか。いや、そりゃよう分かっとんじゃが、何しろ今日が初めての店開きでな。ねえお姉ちゃん、見てあげましょうよ。そうだね、とにかくやってみて。それじゃ見てくださるか。すまん、なんかあのうまくいったらお代の方はせんように。あ、よちょっと、くれぐれもお代の方。なんででもない。さあ、タワラツキってのは死に餅つくことか。何がうまくいったらお代はよろしくだい。そんなバカバカしいものに銭払うバカどこにいるんだ。あ、いかいかいか、あ、そうだ。行くよ極限さん。なんだかこの人おかしいよ。旦那、どうしたんです。具合でも悪いんですか。昨日から何にも食うと腹減って。腹、おはよう。旦那、邪魔するぞ。だけどまあよく食べる人だね。六杯目だぜ。違う違う、七杯だよ。七杯目、それも丼ぶりでだよ。お新さん。あ、新さんいらっしゃい。あら、その人は俵付きの大道芸人なんだけどね、お腹空いて目回しちまったんだよ。あ、いいよいいよ。まだ食うのかよ。すまんな、わしはどうやか子供の時からお飯くらいでな、どんぶり7杯食わんと食ったけせんとじゃ。その言葉のなまりは備前岡山の人らしいな。うん、いかんいかん、わしまだ名乗っとらなんだかな。わしは備前岡山在笹見村の郷士でな、笠井木兵衛と申しますんじゃ。まあよろしゅう頼みますら。郷士か。江戸には何しに。え、あの、一応武者修行じゃな。一応というと。いや、あの、子供の時わし槍好きでしてな、なんとか槍で身に立っちゃろう思って旅修行に出たんじゃけど、わしの槍独学でしてな、どこ行っても相手にしてくれませんのじゃ。相手にしてくれない。ああ、どうしてです。まあ、ついちゃったせ。お手前の流儀は。は、槍の流儀を尋ねておる。な、何そんなもんありゃせない。解けな。槍には宝蔵院流、大島流、無辺流、原稿流、それに刀身道流、その辺りを修行しないで槍が使えるか。そんなものの相手はできん。いやいや、ぜひとも言ってご指南のほど。帰れ。それじゃあどうでも稽古をつけてくれるのかい。くどい。やがって。この看板はわしがもろていくわ。
まあ、待ってくれ。大変失礼いたした。金通報はただいま用意いたした。道場破りではないか。まあ、そういうわけでしてな。今じゃすっかり顔が売れてしもうてな。どこの道場行っても門と出して入れてくれませんのじゃ。他に才覚もなし、仕方なしにその日暮らしの人足やっとるんじゃが、やはり武術というのは有名な流派じゃないといけんようじゃ。そんなことはない。形だけの有名流派よりも、たとえ独学でも魂のこもったものの方がずっと上ですよ。そりゃまあ理屈じゃそうなるけど、うまいことそうは。しまった、忘れとったわし。何を。人間ちゅうのは浅ましいもんじゃな。自分の空腹にばっかり目がくらんで自分の言葉しか考えん。おかみさん、悪いけどこの飯とおかずちょっともらえんじゃろうかな。持って帰ってやりてえもんがおるんじゃ。おじちゃん、あ、おじちゃん。おお、ナミちゃん、どうしたんじゃ。この間の人がまた来て、お母様が大変です。なんじゃと。何者だ、今の侍は。なぜ狙われたんだ。いや、なんか探しとったんだけど、人の一丁だ、本当に。何を探しとったんかな。巻かれたな、その面じゃ。逃げ足の速い奴らで。新さん、すまない。いいよいいよ、いずれ尻尾を出すだろう。ね、ほんと食べて、朝から食うとらんね。三杯は食わない。ね、かぼちゃが美味しい。木部さん。わし食って、え、なに、なんなら、え、どうした。どういう人なんです。いや、気の毒な人でな。江戸へ出てきたその日に、ご主人の中丸辰之進さんはさっきの奴らに、まあ、幸いわしが言ってな、あの二人はお助けしたんだけど、どういうわけなんか詳しいこと聞こう思っても、さっきの有様でな。見たところ奥さん体の具合悪そうじゃし、でも見るに見かねてうちへ来てもろて10日目だけどな、わし一人がこの顎を養いかねてる状態でな、ほんまに解消なしやから、なんとかせりゃいかんな思って、人足よりはこの俵継ぎした方がいいかと思ったんじゃけど、世の中はもうないしな、飯代稼ぐな大変じゃこりゃ。腹の減ったグリさ、俺にもようわかるよ。おい、いいとこあるじゃねえか。おい、大きくここだけは。しかし、先刻資格をぱらった腕、なかなか大したもんだった。うん、まあ俵好きくらい楽なもんじゃないのか。せやまあな、まあ腹さえ減ったらやれやんな。十分食ったし、おめえ今度はうまくいくんじゃねえか。おい、けど、あの、なんならあちらで呼び込みやりましょうか。そいつはいい、頼むよ。ええ、さあさあさあ、ご用途を急ぎない方は見てらっしゃい、やってらっしゃい。はいや、天下無双槍の達人、お父地初お目見え、一生五冠目の米俵が
なんとお手玉のように宙を飛ぶ。さあお代は見てのお帰りで結構。さあそうそう、あいそこのお嬢さん、あいらっしゃいいらっしゃい、さあいらっしゃい、さあこの絵もよし、さあて豪快瓦付きの始まり始まり。さて先生お願いいたします。お願いします。お願いします。そうちょっと少ないようでな。静かに。すごい腕だ。こんなに業さん稼ぎましたぞ。ほら。ご苦労様でした。いやいや。これで医者にも見せられるし、米びつの心配もいりません。あの笠井様、私も元気になりましたので、そろそろおいとましたいと思いますが。な何を言うんじゃん。アホなこと言いなさんな。奥さん具合が悪いんじゃから余計なことを考えんでもいい。ここでゆっくり養生すりゃいいが。でもなんだか申し訳なくって。何を言う、何にも気にすることありゃせん。いや実を言うとな、わしもこの5年間一人ぼっちでな、それは武者修行言ったらかっこいいけど、ただあちこち流れ歩いて心の中寂しいもんじゃった。わしにもな、奥さんや奈美ちゃんみたいな家内と娘がおりましたんじゃ。まあで今は死にました。5年前に殺されましたんじゃ。妻子を殺された。笠井木兵衛がそう言ったのか。はい、5年前のことですとか。お園、岡山に配下はいないのか。潜ませておりますが。少し木兵衛のことを調べさせてくれ。何やら疑惑がありそうな人物だ。心得ました。忠相、仲間の辰之進を斬った侍の正体まだ分からぬか。向こうが動き出すのを待つより今のところ手がございません。上様、笠井木兵衛なる男に惚れ込んでおられるようですな。うん、あの男の槍を見ているとやはり武術は流派や門閥ではないということを思い知らされた。おうほう、いやじいも会ってみとうござりますな。じいだって会えばきっと惚れ込むぞ。素朴でのほうずで、まあ格好はちょっと不格好だが、何やらキラリと光る槍を使うんだ。ただちょっと気がかりなのは、木兵衛の槍は攻め一辺倒で余裕がない。上様、抜け荷に関わりありそうな船が判明いたしました。どこの船だ。あ、それが備前岡山藩の帆船なのでございます。池田少将の持ち船。どこへってあてはないんだけれど、ここにはいられないのよ。どうして。ここにいたらまたこの間の人たちが襲ってきて、木部おじさんにご迷惑がかかるでしょ。これ以上ご厄介はかけられないし、何の関係もない人を巻き込んではいけないのよ。でも私おじちゃんといたいな。いけません。
行きましょう。池田少将様のお下屋敷。ご家老、先ほどお話申し上げた成田でございます。成田一心にございます。新田式部じゃ。我が藩の名前が表沙汰になると困る。大丈夫であろうの。後藤家とは関わりのない浪人たちを使うておりますゆえ、ご心配には及びません。働きによっては折を見て召し抱えるよう図って使わすぞ。何とぞ、よしなに。ご家老は中丸のことを気にして密かに出府されたのなら、何か動きはないか。ああ、今のところは。例の帳簿はどうした。ああ、それが。何をグズグズ言った人もんじゃ。あの帳簿がその筋の者の手にでも当たってみろ、どうなると思う。ところがご家老、ちと厄介な人物が絡んできたのですが。厄介な人物？笠井木兵衛です。笠井、5年前に姿を消したあの笠井か。あ、妙な奴が現れたものじゃの。かまん、目障りならば切れ。気持ちでな。あ、ナミちゃん。あら、なんだこれ。いろいろとお世話になりありがとうございました。これ以上のご迷惑はかけられませんので、お留守の間に失礼させていただきます。勝手な振る舞いですが、何とぞお許しくださいませ。なんちゅうこっちゃ。奥さん、なんちゃん。奥さん、なんちゃん。笠井さん、どうしたんです。徳川さん、奥さんとなみちゃんがどっか出てってしもうたんじゃ。え、これめぐみの連中に探してもらおう。心配するな。長引け。心配するな。頼みますぞ。上様、申し訳ございません。菊さんたちから目を離した私が悪かったのでございます。その代わりといってはなんですが、先日襲った侍の正体を突き止めてくれました。そうか。で、何者だ。木兵衛さんの長屋の様子を伺っていた侍の後をつけましたところ、岡山藩下屋敷へ入りました。何では、中丸辰之進も岡山藩と関わりがあるのか。はい、岡山の里隠れよりの連絡によりますと、抜け荷の証拠と思われます取引の日時、場所、品物などを克明に記した帳簿を持って、船手組同心一人が姿を消しているそうでございます。なるほど、その同心が中丸というわけか。はい、抜け荷の証拠を隠滅戦として襲ったとみて間違いありません。そればかりではございません。どうやら笠井木兵衛も抜け荷に関わっている節がございます。木兵衛までか。木兵衛は5年前、岡山藩
船手小頭を殺しております。お、見下ろしよ、見つかった。みんなご苦労だったね。さあこれを食べてね、元気を出してくれよ。お腹が減ったらもう一回りお願いね。あいよ。ムクベさん、どうしたい、食わねえのかい。丼飯7杯のお前さんのこった、こんな人間の飯の30や50軽いんじゃねえのかい。さあ食べなきゃダメだよ。ご飯も喉に通らないほど奥さんやナミちゃんのこと心配してんだね。木兵衛さん、おめえさん奥さんに惚れたんじゃねえな。まあ、アホなこと言いなさん。何言ってんだ。笠井さん、ちょっと話があるんだ。来てくれ。笠井さん、お主、奥さんと娘さんが殺されたそうだな。岡山にいた頃、抜け人に関わりがあったんじゃないのか。なんでそんなことを聞くんじゃ。ちょっと耳にしたもんでな。何者じゃ、お主は。俺は貧乏旗本の三男坊さ。どうなんだ、抜け荷に関わりがあったから奥さんや娘さんが殺されたんじゃないのか。実はな、中丸さんが殺されたのも、菊さんや奈美ちゃんが襲われたのも、岡山藩の抜け荷に関わりがあるらしいんだ。何、やっぱりそのことか。笠井さん、話してくれんか。もし岡山藩が半ぐるみで抜け荷に関わりがあるとしたら、池田家31万5千石はお取り潰し。違う、それは違うぞ。お殿様は何も知らんはずじゃ。では船手組だけが関わっているというのか。その辺のことはどうもようわからん。わしはただ用心棒に雇われただけじゃ。抜け荷一味の用心棒か。豪士というのは悲しいもんでな。いつも藩士たちに百姓侍だの芋侍だとバカにされてな。ある日船手頭の芦沢様が、ちょっとした仕事の用心棒せんかしたら藩士にしてやる言うてな。藩士になるなと思って、わしは喜んで用心棒になったんじゃ。あ、こら、こりゃご禁制の品じゃが。木兵衛、見なかったことにせい。万一他言いたすとただでは済まんぞ。これが仕事ですか。わしは抜け荷の手伝いなんかごめんじゃな。帰らしてもらおう。わしはこの抜け荷のことを藩の横目付に訴え出ようと思ったんじゃ。そしたらな、わしらに逆らうとこういうことになるのよ。そのまま村を出て、あとは知っての通りじゃ。お船手組が帆船を利用して土佐沖で取引した抜け荷を藩御用隠れ蓑にして江戸に運んどるということは確かじゃが、お船手組だけの仕業か、誰ぞ黒幕がおるんか、そこんとこあしにはようわからん。そうだったのか。
さあ出してもらおうか。知らないんです。主人がどこかへ隠して、私は知らないんです。知らぬはずはない。本当に知らないんです。お母様、ロミー、ロミー、しばらく娘を預かる。大して欲しくは帳簿を持ってくるんだな。大丈夫だよ、笠井さん。菊さんと奈美ちゃんは必ず無事に帰ってくるさ。奥さん、どうしたんじゃ。奈美がさらわれました。なんじゃと。さらったのは岡山藩船手頭芦沢助十郎ではないのか。あなたの夫中丸辰之進殿は船手組同心、抜け荷のことを探っていたんでしょう。はい、主人は芦沢様が抜け荷に関わっているのに気づき、ご家老様に訴えたのでございます。そうしたら途端に命を狙われ始めたのです。ご家老の命令だ、死んでもらう。何だと。ではご家老も抜け荷に。さあ証拠の帳簿を渡せ。そのようなものは知らん。己切れ。そのまま岡山を出て江戸へ参りました。すべてを参勤で出府中のお殿様に訴えるつもりでした。なのに江戸に着いたその日に主人。それでその帳簿は今どこに。それがどこにもないのです。帳簿を渡さないと波がどんな目に遭わされるか。そいつは困ったな。菊さん、中丸さんが亡くなる前に何か言い残したことありませんか。さあ。ナミ、人形を大切に。それだけですが。人形を大切に。ちょっと、ナミちゃんの人形なら。これじゃ普通の人形ではないか。そう、別にどこもか。お前な、何ぞ知っとんなら訳聞かせてくれ。何か言うてくれな。頼むわ、言うてくれっちゅうんじゃ。あれ、それかな、帳簿帳。間違いない。これこそ抜け一味の使命を制する証拠だ。あなた。ノレ、あんなにわしをしとうてくれたナミちゃん、ひどい目に遭わせてたまるか。奥さん、待ってつかせ。笠井さん、待つんだ。奥上さん、お待ちを。上様、岡山藩国家老
新田式部が密かに出府いたしております。どうやらあくまで抜け荷の証拠隠滅を図る所存かと思われます。いや、ご苦労。お前ら、どこへ行く。ナミシャー、カサカナミシャー、どけつんじゃ、邪魔を待って、どけつんじゃ。ナミシャー、お兄ちゃん。木部、しばらくだな。何も知らん子供に何ちゅうことをするんじゃ。こんなことなら、あん時串刺しにしときゃよかった。子供はすぐに返す。帳簿さえ持ってくればな。黙れ、悪事の証拠が渡せるかい。切るぞ、子供を。俺は天下の風来坊、徳田新之助だ。何？徳田？上様。はは。新田式部、私利私欲に凝り固まり、国家老という地位を利用し、藩御用を隠れ蓑にしての抜け荷取引、それだけでも許せんのに、不正を正さんとした中丸辰之進を殺害するとは見過ごしにはできんぞ。しばらくお待ち。抜け荷とか人殺しとか、一体何のことでございますか。拙者一向に合点が参りません。どうでも視野を切るつもりか。動かぬ証拠があるんだぞ。亡き中丸が残した帳簿だ。なんで、こやつ上様を名乗る死ね者、切れ切れ。俺の命は天下の命、三つ葉葵の風が吹くってな。貴様らごとき悪党どもに俺に命を渡すわけにはいかんのだ。のこととはいえ、無礼の段、本当にすまんかった。こらえてくだされ。俺は貧乏旗本の三男坊で徳田新之助、それでいい。菊さんが心配してるぞ。早く奈美ちゃんを送り届けてやるんだ。
さあ。はい。あっちゃん。事の一部始終を知った岡山藩主池田少将義政は急ぎ途上した。上様、この度の不始末すべて藩主たるそれがしの不明、一矢をもってお詫び申し上げますゆえ、何とぞお取り潰しだけは。何のことだ、余は何も知らぬぞ。上様はの徳田新之助と申す風来坊が岡山藩志士心中の虫を退治た話をお聞きなされただけなのじゃ。少々、世の中には悪い奴が多い、お互いに気をつければいかんな。上様、数日後笠井木兵衛が江戸城へ召し出された。上様、ご無礼を。木兵衛、行くぞ。あの上様、いや、あの、いや、その上様、ちょっとお前、いや、参った、参りましたぞ。木兵衛、誠の武術とは身を守るためにあるというぞ。お主の槍は攻めのみで心がない。心のない武術は誠の武術とは言わんぞ。お主のすぐそばにお主の槍に心を入れてくれる者がいるではないか。はあ、菊さんと奈美ちゃんだよ。二人を幸せにしてやることでお主の槍に心が入るのだ。さすが上様、武術を教わったばかりか心までいただいてしもうたなかり。上様、改めて笠井木兵衛修行いたしまするぞ。吉宗は伝統ある名流名門の武芸者でなくとも一芸に秀でた武芸者を保護し町道場を持たせるべく触れ出した。このことで真の武術を鼓舞せんとしたのである。もちろんその第一号は笠井木兵衛であった。木兵衛の人柄を慕って多くの門人が集まり道場は流星を極めたという。ついでながらいずれ菊が木兵衛の妻になるであろうことは誰の目にも明らかであった。決して泣いたりはしないさ。負けてたまるか、ぐっと睨むこの目に血がたぎる。吉宗評判記暴れん坊将軍、次回は
春雨一味の調量、これ以上放っておいてはお上のご意向にも関わる。てめえら春雨小僧か。まさか、あの子が。綱吉様はこの私にお目を止められ、やがて私は身ごもりました。この人が春雨小僧です。俺の親父は誰だ。とてつもねえ身分の人なんじゃねえのか。聞かせてみろ、おっか。おっか。次回、春光氏、凶賊の母。どうぞご期待ください。